ちは、小麦です。今回は登山着のインナーの話をしていきたいと思います。私自身製品の機能とか性質とかに詳しいわけじゃないんですけど、7年間登山してきた中で、その私の使用感だったり、周りの登山友達のご意見なんかも交えながらお話をしていけたらなって思います。これから登山のインナー購入しようとしている方々の参考になればいいなって思ってます。まず一つ目、モンベルのインナーを紹介したいと思います。モンベルのインナーは、じゃん、私が持ってるのはこの2つです。こっちが、化学繊維でできたジオラインで、こっちがウールでできたメリノウール。モンベルのインナーってジオライン と、メリノウールの2種類があって、でそれぞれ薄で中圧で厚手の3種類の生地と、あとハイネックになってるか、こういう風な首になってるかっていうので、バリエーションがいろいろあって、好きなものを選ぶことができます。値段がメリノールの方が 2,3,000 ぐらい高くなってますね。この2つの使用感なんですけど、一言で言えばジオラインは速乾性がすごいです。でめちゃくちゃ早く乾くので汗冷えしにくくて、で、メリノールこっちの方はすごいあったかいです、これ着てると。なので、私普段、夏はジオラインで冬はメリノールっていうような使い分けをしています。ただ使っていくと分かると思うんですけど、ジオラインこっち？ジオラインってちょっと結構ね、匂いが残ることがあるんですよ。なので定期的に重曹につけたりしてメンテナンスする必要があります。で一方でメリノールこっちはね、匂いが残りづらいです。泊まりで山に行って着替える時に、あ、これならもう一日着るかもしれないなって思うくらい、あの匂いが残りづらいです。ただメリノールこっちはジオラインよりも速乾性があんまり良くないので、その季節や登山スタイルによってジオラインかメリノールかっていう風で使い分ける必要があるかなって思います。まず一つ目はモンベルのインナーの話でした。で二つ目のインナーなんですけど、ここにずっとかかってるこれミレーのドライナミック、通称ミレーの網網になります。でこれはね、ドライレイヤーになるので、さっきのモンベルのジオラインとかメリノールのインナーとか、あと速乾性に優れたウェアの下に着るもの、これの下に着るものになります。こうやって合わせる。でこのなんかこの網目、これすごい網網になってるんですけど、網網が毛細血管みたいになって体の汗を素早く吸収して、で逃がしてくれるっていう役割があるそうです。で使用感なんですけど、速乾性があってあったかいですね。なんか これを着ることによって空気の層ができるのかな、なんかすごいこんな網網なんですけど、着てないのと着てるのじゃ全然違うぐらいあったかさが違います。ただあったかすぎて真夏はすごい暑いんですよね。本当に暑い真夏の山はもうこれ着てるとさらに暑くて、これのせいで汗かいちゃうぐらい暑いですね。なのでこの網網は私はもう冬とか春先なんかによく着てきますね。冬山で着るとこれあるおかげで寒さに耐えれるというか、結構冬山って着すぎると登ってる時暑くて汗かいちゃうし、薄着すぎても寒くて凍えるしみたいな感じで、結構レイヤリングが難しいんですけど、この網網一番下に着てると、この子が結構体温調節するのに一役買ってくれて、冬山では必須の存在ですね。ただこれもね、ずっと使ってるとちょっとね、匂い残りが気になってくるので、さっきのジオラインと一緒ですけど、たまに重曹につけたりしてメンテナンスする必要があります。でこれ結構登山友達もね、ミレーの網網匂い残り気になるって人がいたりとか、あと Google でミレー網網って調べると臭いって予測変換が出てくるので、もう結構この問題抱えてる人は多いんじゃないでしょうかね。でもちゃんと重曹につけてメンテナンスすればそんなに気にならないので大丈夫です。で次が3つ目、これがファイントラックのドライレイヤーになります。これもミレーの網網と一緒で、こういうもの、こういうモンベルのインナーなど速乾性のある服の下に着るものになります。これ初めて着た時すごい感動したんですけど、速乾性が半端ないです。今まで着てきたどんな生地よりも早く乾くなっていう印象です。これ女性タイプはそのブラタイプのものもあるんですけども、本当にこれに変えてから快適に登山ができるようになりましたね。あともう一個感動したのが、これ匂いが全然残らなくって、もう本当にこれ着てるだけで匂いが断然
もう段違いですね。であとその靴下タイプもあってここにあってこれなんですけど、これ登山の靴下の下に履くものなんですけど、結構足汗かく人だったりとか、真夏の山って足回り結構汗かいて不快だったりとか、まあ、結構匂いが気になってきちゃったりすると思うんですけど、これがあるおかげで匂いも全然気にならなくなるので快適性がめちゃくちゃ上がります。これもモンベルのやつと一緒で、クール、ベーシック、ウォームの3シリーズが展開されてるんですけど、ちょっとね、このクールはね、生地がかなりこうやって薄っぺらいんですね。もうスケスケな感じ。なのでこれね、ちょっと木に引っ掛けたりするとね、すぐ破れちゃったりするので、まあ、なるべくこれはもう、表に出さないように、一番下に着るようにした方がいいですね。一応ね、これウォームも私持ってるんですけど、これも結構いいですよ。やっぱりメリノールの方が暖かいんですけど、暖かさで言ったら、でもすごい速乾性もあって、まあ秋ぐらいかな、秋口私はこれよく使ってます。ただこれの欠点が、私はあんまり気にならないんですけど、結構汗かきたての時だとこのねペロペロの生地が肌にねピタってくっついちゃうんですよね。そのピタってくっつく感覚が嫌だっていう人は、まあ中には結構いて、この感覚、これが肌にくっつく感覚が嫌だなって人は、こっちのミレーのアミアミの方が快適かもしれないですね。私は夏はこのファイントラックに上ラインを重ねて、でこの上に T シャツ着て登るみたいな感じで、で冬はミレのアミアミにモンベルのメリノウールを着て登るっていう使い分けをしてます。今のところそれが一番快適に登山ができてます。以上で登山のインナーの話はおしまいになります。登山ウェアの中でインナーって目に見えないけど本当に大事な部分で、汗冷えって思ってる以上に体力消耗したり不快な思いをしたりするので、まあ、できるだけ快適登山するためにもインナーはいろいろ調べてみて、できるだけ、自分に合ったものを着て快適登山ができるようにした方がいいと思います。このチャンネルでは3分で山の情報をまとめた動画や、今回のように3つ山に関する情報をまとめた動画などを発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんが楽しく安全に登山ができることを願っています。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。